こんばんは、山陽と申します。緊急で動画撮ってるんですけどね、ちょっとギリギリになってしまって申し訳ないんですけど、投稿予定の、話ですね。計画7月の10日だったかに投稿してたと思うんですけど、それの計画の変更の話です。主に大きな変更があるのはニコニコ動画の方ですということなんですけど、そのあたりの説明をしておこうと思います。図ね、差し込んでおきますんで、これ見てもらったら、分かる通りなんですけど、YouTube の方は、投稿時間が19時30分、今まで17時だったのが19時半に変わります。ここが大きいところで変更になるかなと思います。で、8月の8日から14日、この、1週間の間、明日からですね、1日2本投稿でやります。これ19時半と21時30分の2本公開にさせていただきます。で、YouTube はもう一つ大きく変わるというか、もうちょっと後になるんですけど、切り抜き動画ね、これも随時、作っていこうと思っているんです。ちょっとやっぱり短い動画の方がうち受けがいいんで、切り抜き動画もね、隙見て、まあその動画作った、副産物的に、ね、できたところに、ね、ちさっと切り抜いてね、ピャッと上げるだけになると思います。簡単なやつになると思いますけど、そういったのをね、ちょっと作っていこうと思います。それもメインチャンネルで、新しいシリーズをね、作ってやっていこうと思いますので、またそのシリーズの方もね、楽しみにいただければと思います。それは、いわゆる切り抜き専用の、もうね、清掃感あふれる素敵な新シリーズを考えてますんでね、よろしくお願いいたします。ということでございますね。で、ニコニコ動画の方がちょっと予定がだいぶ変更になります。申し訳ないんですけど、まずね、今日までですね、8月7日までに全部ね、古い動画をアップロードしますよって言っとったんですけど、ちょっとね、複数動画投稿ができるようになるから一気に動画上げちゃうぜって言ってたんですけど、結局その複数動画のアップロードっていうのが、5本までは同時に投稿できるんですけど、YouTube と違ってその5本の動画の編集とか、タイマー設定とか全部終わらせて、完了させないと次の5本が、投稿できませんっていう感じとか、最大5本までしか、だからストックはできませんよっていう形なんで、5本ストックで300本ストックを、ね、一気にさばこうと思うと、結局もう、ちょっと、なかなか、そんなすぐにはいかないですし、まあ、さすがにね、いきなり300本上げてしまったらね、いい加減この前に185本の時でも、まあまあなタグ嵐だったと思いますんでね。まあ、いわゆる嵐ってやつですね。まあ、YouTube の方だとあまりない言葉なんですけど、ニコニコの方だとそういった嵐っていうのがあるんで、まあ、あれだけの大量動画の投稿はね、だいぶ嵐行為に近いなっていうところがあったんで、まあ、今回はね、ちょっと、そのあたりは、もうちょっと長い目見てね、やっていこうかなと思ってます。なんで、ちょっと投稿は全部終わらないんですけど、8月8日からですね、ニコニコの方でも同時公開の方をしていこうと思います。8月の8日からですね、一緒の時間に、YouTube のので今まで公開してた最新動画をニコニコの方でも最新動画の方の公開を行います。ですので、ニコニコの方でもね、ぜひ、ね、最新動画の方を楽しんでいただけたらと思います。ちょっと過去動画のね、データとかがね、うまいことリンクできないところもあるかもしれませんけど、ちょっとそこのところはね、うまいこと工夫してやろうかなと思ってます。よろしくお願いいたします。基本的には同じ、基本的にはというか全く同じ、やつがニコニコと YouTube で同時に、公開がスタートになります。ということでよろしくお願いします。で、空いた時間ですね。で、基本的には19時半にその新しいところが入って、12時と22時の、1日2回、アーカイブ版ですね、古い動画を YouTube ですでにアップロードかかってるね、やつを公開していこうと思います。土日に関しては、ですから、その、古い更新のやつを4本に変えて、で、今まで、20時投稿に当たってた部分を19時半に持ってきますよっていう。で、最新動画をアップロードしますという形です。で、毎日19時半に最新動画が YouTube の方は、もう上がるんで、それに合わせるという形でございますね。で、あとは、その、YouTube が1日2本動画投稿する間だけは、22時の更新がなくなって、21時30分に、ですが、同じ時間に新しい動画を公開します。こっちの方を優先させて、古い動画を、の方を1本更新に変えますっていう形でやらせていただきたいと思いますので、どうぞ、今後ともですね、YouTube の、スターステールチャンネル、ね、スターステール、カッコ山陽チャンネルと、ニコニコのね、山陽カッコスターステールチャンネルと、どちらともね、ごひいきにしていただければと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。